はい、どうもこんばんは、バイスの竹です。本日も始まりましたバイスチャンネルは、店長が、僕が今持っている、G ベスト第4弾を、リリースということで、こちらの、店長渾身の、解説だったりを今日はちょっとお届けしていきたいと思うんですけど、その前にですね、明日まで今僕がこちらかけてる、バイカーシェード第3弾こちらの方ですね、はい、こちらの方の予約が、明日の昼でもう完全に締め切りますので、まだ予約をしてないって方はぜひ急いでほしいんですけど、まず入荷が7月ぐらいを目標にしてますので、7月入荷ってことでまだちょっと先にはなるんですけど、まあ、今のうちに予約していただいていた方が、必ずゲットできるので、ぜひ、予約の方をよろしくお願いいたします。そしてこちらの、ベストの方は、4月、まあ、中旬から下旬ぐらいを目指して入荷になると思います。で、こちらは絶対迷わずですね、注文していただきたいアイテムとなってます。まあ、今僕これ L かななんですけど、本来だったら僕バイスの G ベストは XL サイズで着てるので、まあ、僕ぐらいの体型の方でも着れるアイテムです。僕も今年の涼しい時期、まあ、夏だったりとか春とか、まあ、そんな、まあ、オールシーズン着るアイテムなんですけど、まあ、またベストを着てちょっと育ててみたいなと思ってますので、ぜひベスト持ってない方も、ベスト今までバイスのシリーズ持ってるって方もぜひぜひ予約をしていただいて、ゲットしていただけると、嬉しいです。なので皆様サングラスもベストも、予約よろしくお願いします。それでは店長よろしくお願いします。どうぞ。はい、今回はデニムベスト、バイスと言ったらデニムベストなのかわかんないけど、デニムベストをずっと作り続けてるんですよ、今まで。レッドテールシリーズで。で、ここに来て、デニムベスト、あんまり最近着てる人見なくなってきたなと思ったんで、逆にそういう時こそ、新作作ってみようかなと思って、レッドテールの新作として、デニムベストの最新作を作ってみました。で、ちょうど今この配信がされてる時か、明日かなからバイスでも、予約開始しますので、ちょっと今回期間がいろいろちょっとサンプルとかの制作で押しちゃって予約期間が短くなっちゃったんですけど、一応まあ今日か明日ぐらいから予約がスタートするので、まあ、詳しくは、概要欄の方 に書いてあるかもしれないし、あとはインスタグラムとかうちのバイスのブログとか見ていただけるホームページとか、内容載ってますので、見てほしいなと思ってます。で、とりあえずじゃあ今日はそのベスト、新作のベストをまずどんなのかっていうのを紹介しようと思います。はい、はい、こちらが今回の、バイスのクロスデニムベストシリーズの第4弾、4弾目なんですけど、あれパッと見た目いつもと一緒じゃんと思っちゃってくれる人いっぱいいるんじゃないですかね、うん、そうなんですよ、あんま変わんないですよね。で、今回はインディゴブルーと、いわゆるブラックブラックって呼んでるんですけど、まあ、真っ黒のデニム、この2種類しか一応作らないです。で、まあこれです。ただこの話の前に過去作ったモデル一回紹介しようと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。じゃあまずは一番最初に作ったベスト、いわゆるクロスデニムベストシリーズの1作目、がこちらです。ですね、一応ワッペンとか缶バッジとか、でっかいこういうドクロとか、まあ、皆さんにいただいたりとか、うちが昔作ったやつだったりとかっていうのがついてるんですけど、まあ、その辺はちょっと、まあ、自分で、ね、好きなようにカスタムしてもらえばいいなと思ってやってるシリーズなので、とりあえずまずファーストのベストの特徴的な部分は、ちょっと待ってくださいね。特徴的な部分はフロントがジッパータイプなんですよね、初めて作ったベストは。で、ここにもジッパータイプのポケットがついてたんですね。で、裏は別に特に何もないって感じで、まあ、だけど、まあ、使用能力だから胸ポケ2個、こことここにポケットで、一応ポケットがついてるかな。で、背中はこんな感じで、で、特徴的には、まあ、デニムパンツと一緒の生地使ってるので、色落ちは、まあ、いつもながらに、こんな感じで結構ガンガン落ちてくるのと、あ、そうそうそう。で、ファーストクロスベストのは、このね、缶抜きっていうのかな、普段は。普通のやつは丸だったりとか縫ってあるだけなんだけど、うちのやつは、まあ、一応なんかバイク乗りに向けて、まあ、チョッパー乗りに向けて作ってるたいなと思ったんで、まあ、やっぱ定番のアイアンクロス
を髪の毛の代わりに刺繍してみました。一応だからファーストはまあ一個ずつだけなんていうの刺繍されていますと。で一応ファーストモデルはこんな感じかな。で丈がちょっと一番長いかなこの中では。がファーストモデルです。はい、次行ってみます。はい。はい、こちらこちら。はい、こちらが2番目に作ったセカンドモデルです。セカンドモデルの特徴といえば、まあ、これもね、自分の着てたやつとか、あの、店に飾ってあったやつとかなんで、まあ、いろいろカスタムされてますけど、とりあえずは、パッと見てファーストモデルと一番違うのは、フロントがボタン。ボタンです。シルバー色のボタンが付いてる、ベストです。で、ファーストに比べて丈は結構短いんですよ。あ、そうそう、ちょうどね、ちょっと待ってね。僕が着てる、今着てる、このフェイクセイドの、このベストも一緒の形なんですけど、まあ、大体丈はこれくらいで、ファーストはね、ちょっと長いかな。もうちょっと長いんですよね。で、ボタンで、ボタンで、ポケットはこことここ。で、さらに、ちょっと待ってくださいね。セカンドベストは、ポケットが胸ポケが2個。胸ポケが2個。さらに裏ポケがつくんですね、これが実は。しかもボタンがついた。両サイドに、ここと、こっちに、両サイドに裏ポケもつくっていう。一応これがセカンドベスト。で、背中は、まあ、こんな感じです。こんな感じです。これが、いわゆるセカンドタイプです。もう一気に形が変わって、これは直帰、いわゆる直帰ですよね。僕がマイク乗り出した頃、まあ、春とかじゃないですけど、スティードだったかな。乗り出した頃は、ベストといったらこういう形だったかな。まあ、レザーだったんですけど、なんか、だからま、そういう気持ちで、なんか、一番最初に着ようと思ったベストみたいな形を、今回は、この時はデニムで作ったっていう。これがサードベストです。で、これのディテールは、よいしょ。ですね、パッと見はすげえシンプルなんですけど、ポケットはここと、ここについてます。ここと、ここね。で、パッと見わかんないでしょ。クロスシューとかもあるんですけど、わかんないですけど、ここに実はね、こっちの方がいいかな。ここに実は手が入る。ここにポケットがついてるんですよね。わかんないように。これも結構、自分の中では、よくできてるじゃないかなと。このね、なんていうの、ここの部分に隠しながら、ここにポケットがあるっていう。で、裏ポケはないシリーズで、その代わりここに、まあ、これジッパーなんですけど、上着の上に来た時とかにこう開いちゃうと、バタつきを抑えるために、ここにまあなんか引っ掛けてもらうようなね、こういうフックがついたりするんですよね、こっちにも。一応それが、これがサードベストになります。直帰タイプです。まあ一番シンプルかな。ね、ファースト、いわゆるセカンド。で、これがサードね。のタイプ。で、今回作ったのが、まあ、もう一回話戻っちゃうんですけど、はい。今回作ったのがこちらのホース。まあ、4作目です。まあ、どっちかって言えば、こうやって見ると、ちょっと、まあ、セカンドにちょっと似てるかなっていう感じなんですよね。どうかな。ちょっとセカンドに似てるとは思うんですけど、ちょっとまだこれね、サンプル段階なんで、ちょっと実際、このベストの今シルバーのボタンがついてるんですけど、これゴールドのボタンに変わったりとか、このポケットも実際もうちょっと大きくなるんですよ。なんだろうな、 iPhone のカバーがついた状態でスポット入る大きさになるので、もうちょっと大きくなります。で、丈がね、セカンドよりちょっとほんのちょっとだけ長めにわざと作ったんですよね。で、これちなみにワンウォッシュしただけなんで、こっちはまあずっと着てるやつなんで、まあ、着ていけば当然ね、色落ちするんで、ワンウォッシュしただけでも結構雰囲気は出るんですけど、着ててもらうとどんどん色目は、やっぱデニムは変わってくるので。はい、じゃあ、じゃあこのね、4番目の作った、一番最新作のベスト。ちょっとだけだけど、ディテールを紹介しようと思います。はい。ですね。ちょっとこちらで。まず、まあ、変わらずクロス刺繍が、まあこれは2個、左右2個ずつ入るタイプになってて、これ今ボタンがね、一応オリジナルのボタンを使ってるんですけど、これ一番シルバータイプなんですけど、こっちのね、黒に使ってこのゴールドの色に、こちらもゴールドの色に変わります。でね、黒の方はね、これわざと真っ黒にしたかったから、この刺繍の色も、クロスの刺繍の色も真っ黒にしてあって、まあ、同色ですよね、生地に。このデニムもね、着てったりするとだいぶ柔らかくなるんで、着やすくなるんで、おすすめです。一応まあ、で、黒はこれ、まあ、黒とデニムって感じですね。いきます。今回の一番の特徴はこれなんですよ。はい。裏地なんですよ。裏地というのかな。ここに、裏側にこんだけでかいポケットが左右にまでついてて、これだとね、だいたい、このフロントエンド周りさん、バイス持ってます。フロントエンド周りさん。これがね、すっぽり入っちゃう。このくらいの大きさです。うん、で横にも入るじゃん、下手すると。
これ横にも入っちゃう。フロントエンドバッジがすっぽり入っちゃいます。でね、ま、よく、ま、入れたままでいいかなと。で、背中の裏に入ってるポケットがね、こんな感じなんですよ、ね。こういう感じのポケットで。で、あ、これ最近、速攻リケーターっていうやつのローラーマガジン。ローラーマガジンが、このように、よいしょ。ローラーマガジンが、よいしょ。こんな感じで、ローラーマガジンがすっぽり入っちゃいます。このように。だから、フロントバイス来て、まあ他の店でも全然いいんですけど、どっかのお店行って、あ、ちょっとフロントエンドマガジンとローラーと買って帰ろうって。まあダイスマガジンでもいいんですけど、こっちも空いてるんで。で、全部買って、これを着てもらって帰れば、よいしょ。もうほら、カバンいらず。かなりの、ね、収納力あると思うんで、一応まあこう着ると全く見えないですけど、収納力がバッチリある。あと、一応この元ネタが、ちょっとあの、自分が今キャンプにハマってるっていうのもあるんですけど、今更かもしれないですけど、っていうのもあるし、あとね、ハンティングベストとかでもよくこういう仕様が用いられてて、やっぱ収納力ですよね。手軽に収納力を増すっていう考えでちょっと作ってみたかったのと、あと自分がもう何十年前かな、まあ、ここに外国から、バイク乗りの方が、まあ、超かっこいいバイク乗りの方が、名古屋に遊びに来てくれた時に、この人たちも、まあ、当然ベスト着てたんですよ。で、その人たちが着てたデニムベストも、なんかすごい、もう着てたベストがパンパンで、不思議なベストだなと思ったら、そこからなんか、お土産だっつって、こうやってお土産だよっつって、こうやって開けて、こっから T シャツをくれたんですよ。で、すごいなと思って収納力が。で、こう、さっきみたいにこうやって裏地を見たら、こんな感じ、もっとちょっと違うけど、すごくこういう風になってて、いっぱい物が入るような仕様にカスタムされてて、あ、なんかすげえいいなと思って。で、ずーっと思ってたけど、なんかなかなかそれを作ろうとしてなくて、で、まあ久々に作るから、なんかその機能を入れてみたいなと思って。で、まあその機能を入れたプラス、背中も、それちょっとキャンプ的要素を入れてみたくて、こんな感じに、今回作ってみたんですね。あえてこの、わかりやすい白のこれを使ったのも、よくジーパンとかって、まあ前その自分もそうなんですけど、ここのポケットの裏とかにもこうやって生地入ってるじゃないですか。こういう生地。一応、ジーパン、デニムに合わせたセットアップって考えたときに、まあ、これにそういう裏地を使うんであれば、当然ジーパンに合わせた方がいいと思って、同じような感じのこういう、もう文字なのかな生地を使った方がっぽいかなと思って、わざとこの色にしたんですよね。で、ちょっとなんか古臭さもあるかなと思って。まあ、黒とかにしたら、なんだろう、おしゃれにはなるんだけど、ちょっとなんかかっこよすぎるかなと思って、ブルーデニムには。なので、ブルーデニムには白。でね、黒い方は、まあ、黒なんですよ。真っ黒にしたかったから、こっちはだからパッと見わかんないですよね。もう裏地だのとか、ポケットがあるなんて。あとこの真っ黒髪がかっこいいかなと思って、まあ、さっきね、これ本をまだ入ったままです。ここに、フロントエンドマージン、こっちに入ってて、背中の中には、オーラマージンを入れたまま。入れたまま、これを着ても、ワンウォッシュしたばっかりだからちょっと硬いんですけど、はい、ほら、もう本を入ってるかわからないですよね、こうやって。うん、わからんっすね。わからないよね。ぐらい収納力がほらもう入ってて。ただね、問題は着たまま本は取れないですよね。残念ながら。だから、本、家帰るまで見ない人はいいですけど、途中で見たい人は一回ベストを脱がなきゃいけないっていうね。ただ全く違和感がないっていう。うん。だから別に今本を入れたっすけど、なんだろうな、どっかの服屋さん行った時、バイスじゃなくてもいいですけど、まあ、例えばイベント行った時、スタートイート行った時に、いいパーツ買ったなって人は、まあ、持って帰る時どうしようって時に、この背中のでかいここに入れれば、もうフロントウォークもバラせば入るんじゃない？無理か、フロントウォーク。さすが。三つ股は入るか。とかなんか考えればもう何でも入っちゃう。そうっす。っていう、なんか、なんだろうな、僕が出会った、当時アメリカから名古屋に遊びに来てた人が着てたベスト、が着てたベストがかっこいい。その人も当然かっこよかったけど、なんか憧れを詰めてみました。まあ、いわゆるこれが今回のホースベスト。はい。明日かな。とりあえず予約受付開始しますので、まあ今までね、ファースト、セカンド、サードと思って買ってくれた人も含めて、まあ、新しいの出るんで、よかったら、なんだろう、また2021年はこのベストを着て、
乗ろうかなとか、あとベストの良さは、まあ、ここにあるのも全部そうなんですけど、一個一個カスタムを変えれるわけじゃないですか、うん、こういうでかいドクロをつけてみたりとか、ワッペンを貼ってみたりとか、まあ、いろんなところにワッペンもあるし、まあ、缶バッジをつけてみたりとか、だからなんだろうな、変だし、同じベストでもカスタムすれば違うベストになっちゃうし、なんだろうな、ファッションおしゃれするのと一緒で、今日はこのベストにしようとか、今日はこっちにしようとかっていうのも選べると思うんで、ベストこれ、これはバイクで言えばノーマルバイクを買ったと思ってもらって、ノーマルバイクをどんなようにカスタムするかで、おのおの自分たち次第だし、乗ってるバイクと合わせたカスタムっていうのもベストもかっこいいかなと思うし、まあね、ブラックジーンズ履いた時に真っ黒いベストを合わせるとかでもいいと思うし、ブルージーンズ履いたからブルーを合わせるとかでもいいと思うので、なんだ、おのおのが好きなようにバイクと一緒で、あのノーマルのバイクを好きようにカスタムしてもらって、自分の個性を出していただければいいなと思っております。サイズとか値段は、あ、サイズとかじゃない、サイズはね、はい、SML、XL、まあ、今まで通り4サイズの展開で、はい、これ僕今着てるとか L かな、でブルーデニムのシリーズ、ブルーデニムはやっぱちょっとね、一回洗うだけで結構縮んじゃうんで、まあ、縮んだサイズ表記が多分ウェブの方には載ってると思うんで、どうだったかな、ちょっと自分で確認してください、今まで通りです。でブラックブラックって呼んでるこの真っ黒の方は洗ってもさほど縮まないです。ただこれちょっとガーツだと分かるか分かんないけど、ずっと着てくとやっぱ色落ちしてきて生地も柔らかくなるんですよね。これまだ一回も洗ってないし、まだこれもサンプルなんですけど、新品の状態だとちょっとやっぱ張り感があるんですよ。だ着ていくうちにどんどん柔らかくなるし、色もね、どんどん落ちてくってかっこいいと思うんで。で、あと3つ。あ、値段。値段は、もうね、今このベストたちが今2万円そうですね。てなし、もうね、これ数年前の企画で、今同じものを作ったら多分2万円の状態じゃ売れないんですよね。なんでまあ、今はね、今売ってるものに関しては、こちらは2万円プラス税だから2万2千円か。税込み2万2千円です。全部。大体全部。で、こちらのベスト、もう今ね、作ったらやっぱ高かった。もうサンプルの値段見て結構びっくりしたんですけど、まあ、けど自分が作りたいものやっぱ作りたいし、なんだろうな、今タケがルーシスってブランドやってて、タケはね、タケなりの発信をしてると思うんですけど、僕の発信できるものってなんだろうと思って、やっぱこっち系のカルチャーやっぱ好きだから、自分がね、こっち系のカルチャーにこうなったらいいなってものをやっぱ作りたいってことで、ちょっと値段は高めで2万5000円プラス税、4月から税込み言わなきゃいけないから、まあ2万7500円になっちゃうんですよ、はい、ただ2万7500円こんだけやったことなんで勘弁してください。あのカバン機能がついているベストてか、そうだな、自分の中でベストってカバンに近いから、僕カバンも背負いたくないし、できる限りね、荷物をこうなんて身につけて持ち歩きたくなかったから、ベスト1個あると、なんだろう、携帯もタバコも何でも入るじゃないですか。さらに今回はこうやって収納力増したから、さらに物が入るから、カバン買ったと思ってくれればいいね。2万7500円、そんな高いものじゃないと思うんで、ぜひオーダーお待ちしてます。バイスは明日からかな、明後日かな、その辺はまたチェックしてください、はい、そんな感じで、今日はバイスの新作、バイスレッドテール新作クロスデニムベストホース紹介させてもらいました。では次の配信ではこれを着て誰かと一緒に走ってこようと思ってます。久々にあの人来たじゃんみたいな人が来るといいなとは思ってるんですけど、果たしてどうなるか、これから撮ろうと思ってるんでまだ分かりません。なので次の配信はこれを着てちょっと街中走ってこようと思ってますので、またそちらもチェックしてください、はい、じゃあオーダーお待ちしてます、はい、バイバイっす、ありがとうございました、お願いします。